こんにちは、サズキです。本日はメルカリ、室内で遊べる人気のおもちゃをリサーチしてみた、こんな保育おもちゃでコツコツ稼げるのびっくりですよ、というテーマについてお伝えします。それでは早速いってみましょう。この動画ではですね、こちらの通りですね、こんな保育おもちゃで稼げます。ぜひ紹介させていただきます。こちらですね、今回室内とおもちゃでですね、こういったキーワードを調べましてですね、いつもとですね、新品で、総力を見、売り切れですね。で、今ですね、室内おもちゃって結構人気ありまして、いろいろ試してみたんですね。で、こう見てて、この商品が特に売れてましたので、ぜひね、ちょっとリサーチしてみました。で、こう見ていて、新品ですよね。で、こうパーッと見てて、マグネットなんかなとも見てたんですけど、これですね、海外製のブランドってありますので、ぜひね、これちょっとクリックして、こちらの方ですね、サーチグーグルでクリックしてね、ちょっと検索していました。そうしましたらですね、こちらの、中国の、こちらですね、アリババ一郎菓子で出てきましたので、ぜひね、こちらあったってことでね、調べてみました。で、一番安いのはここですね、ここが、安かったので、ちょっとクリックしてますね。で、こう見てて、大体ですね、一番安いので3個から購入で、58元ですね。なので、先ほどの見て結構リーズナブルに売ってるので、他よりも安く、ここと安いとこもあると思うんですけど、こちらも今回ね、紹介させていただきます。で、ですね、メルカリの値段がこれ2370円なんで、どれぐらいね、利益というかね、ちょっと計算してみました。こちらですね。で、商品値段がね、大体約16.2と考えて、で、58円ですね。で、大体939円ですね。日本円ですと。で、939円、大体 EMS ね、1個あたり、大量 CD、いろいろね、絡めて CD って考えて、こう150円ぐらいで考えたら954円ですね。で、メルカリの商品代なんですけど、0.9の1割引かれますので、2133円で、この商品ですね、クリックパスで配送しているようなので、198円で、だいたい1930円って考えていただきたいと思います。で、メルカリ商品代からですね、輸入商品代を引いていただければ、だいたい981円なんで、だいたいね、この商品を購入して、輸入していただいて、だいたいメールから販売していただければ約ね、981円、1000円ね、利益出るっていう計算になります。非常に儲かるので、ぜひね、興味ある方、入手していただければいいかと思います。ぜひね、試してみてください。LINE 登録、お願いします。あとですね、悩み質問等ありましたら、LINE 登録によろしくお願いします。あとですね、チャンネル登録、お願いします。今回の動画は以上となります。最後にご視聴いただきまして、ありがとうございました。